こんにちは出会いの就活チャンネルの清水です今日はですね好評のシリーズ「22卒の就活生のリアルな ES 添削シリーズ」です。今日挑戦いただいた学生さんは学知科学生時代に最も力を入れて取り組んだことは何ですかというテーマです。そして実際に挑戦いただいた学生さんは関西私立大学に在籍の Y さんです。じゃあまずですね実際に書いていただいた ES をチェックしていきましょう。 社会学習型インターンシップを運営する学生団体でイベント企画責任者として20人のチームをマネージメントしイベント参加者の目標満足度80%の達成に導きました具体的にはインターンシップ参加者が前半の活動を振り返り後半に向け目標を設定することを目的としたイベントを企画しました私は後半のインターンシップの価値を左右する重要なイベントだと考え入念な準備が必要だと考えました しかし前回の企画の際は仕事の遅延が相次ぎ全体のスケジュールが大きくずれ込み準備不足につながり満足度が80%未満に低下していました私はメンバーの当事者意識の低さが原因だと考え次の2点を行いました進捗管理を SNS で共有し適宜コメントを添えて進捗状況を伝えました 毎週のミーティングで個人の進捗共有と意見交換の場を設けましたその結果全体のスケジュール計画通りに進め満足度84の達成に導きました読んでみると「うんうんうんなるほどね」みたいな感じになるんですけど、まあ、実際に私はいつも皆さんと共にやってるようにですね この ES をまず読んだときに感じたことで、僕はですね、ES を読んだ後でこれ面接だったらきっとこういう観点でここを気になるなってことをやっていくんですね ES は ES だけでまず通してなんとかじゃなくて ES の後の面接をどう考えるかってことも踏まえて見て私がまず読んだときに考えた部分とかまあ、疑問というか課題だねこの活動の内容って何なんだろうっていうのがスーッと入ってこないってことなんだねこれってまず まあ一つ目のポイントはですねこれ何のインターンなんだろうなっていうのが書いてないからそれで具体的に彼女がやったことがあんまりよくわからないから活動の内容そのものいわ捕まえられてないってことが一つの問題なんだね。 まあ見てるご人がなんだかわからなかった。次、担当した仕事の内容と役割がやっぱり理解しづらいってい問題が起きてるよね。これが2つ目。そして3つ目。イベント参加者の満足度がなぜ重要なのかわからない。これでこの指標が重要な理由は何なのってことだね。そして最終的に、ね、何をアピールしますかなんだね。これみんなね。 いつもいつも途中途中でもお話しているんだけどイエスっていうのは学生時代に頑張ったことは何ですかって言ってあなたがエピソードを選ぶんだけど違うんだよ。私の強みは何かそしてこのエピソードを語れば自分の強みが分かるっていう風になってなきゃいけないんだよね。そうすると強みを先に考えてからエピソードを抜いてこないと何がこの子自分の強みとしてアピールしたいか分からないってなっちゃう。じゃあこのイエスの課題に向けて最初の方から少し直していこうね。 まず最初社会学習型インターンシップを経営する学生団体これ何だか分かります社会学習型インターンシップっていうのがまず私は分からなかったどんなのて運営する学生団体余計分かんなくなっちゃったねうんそしてイベント企画責任者さらに分かんなくなった社会学習型インターンシップを運営する学生団体のイベント企画責任者って 何あ20人のどうもチームの人がいたらしいけどイベント参加者の目標満足度80%達成に見積もったいいや何言ってるか全く分からないってことですね。ここからもちろん当日これ皆さんにはこう結果を見せてくるんだけど本人とは1時間ぐらいねいろんなことの内容を聞いてそれだったらこうしようっていう結果としてこれが生み出されるっていうことなんだねじゃあここ行ってみよう。結論部分で他者が分かりにくいいい表現をしちゃいけないよ そうなんだよこれ何言ってるかわからないってが一番の問題だってことだね例えば具体的に言ったらこれはこういうことだったんです私は議員インターンシップなんだこれ議員インターンシップだったのかそう書いてよ私は 議員インターンシップを運営する全国規模の学生団体の〇〇地区のイベント責任者として参加者全員に学びのある満足度の高いイベントを作ったああなるほどね何がしたいかっていうことは一応これで分かるじゃあ次だね次はねこの,この要するにインターンの中でどういうことが巻き起こってたからあなたは、ね、何をしなきゃいけないのか こ赤い部分で後半のインターンシップの価値を左右する重要なイベントだって本人は書いて本人は分かってると思うんですけど僕らからすると「いやなんで後半のインターンシップの価値をある左右する重要なイベントなってことが何のってか分かんないからこれ説明してくれないといけないってことだよねじゃあそういうことこだわったなぜこだわってやったのかの動機や背景が分からないからそこをちゃんと言おうねなんだね。特に面接ではそのことがしっかり なってないと、何にも説明しなくなく,なくなるよね。そしてビフォーアンドアフターですよね。これね、前から言ったように、最初はこうだったのが、最後こうなった。このビフォーアンドアフターを分かるように書きましょう。例えば、こんな感じだね。もともと参加者の多くは、特に目的意識がなく、なんとなく参加したため、途中でくじけ。単に参加しただけで終わってしまうことが多かった。これ、わかります。あの議員インターンシップって、これ全国規模でやってるんだけど、まあ、このインターンに参加する人の多くの人は、あ、なんか。 インンターンだから出てみようあこれに出ると礼儀正しくなるんじゃないかが就活に役に立つじゃないかってうそういう理由でクいつ人が多いんですよとあそういうことなんだと、はい聞いってくれるとで私も誘われて最初参加したんですとへえそうだね私は誘われて参加したんだ ただけだったんだけどそこで自発的に活動したことが評価された君いいじゃないって褒められたんだってで積極的な性格に変わる経験ができたね、自分が一生懸命やって評価されたらどん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 積極的になったことができたんで自分が積極的な性格に変わることができた運営参加者にもそのような経験をしてもらいたくて私は運営の責任者になったこれ彼女に聞いたらね自分は実際にね 誘われただけで参加したんですとでやって褒められたことがきっかけになってもっと積極的にやろうやろうってやって、ね、積極的になったですごくそれで最後褒められた評価されたすごくいいなこれってこの運営側に回ってそういう学生さんを一人でも増やしたいと思ったこれがきっかけなんだよねそのことをちゃんと書こうっていうことなんだよねじゃあ次でしかしこれでね実際に何をやったのかっていうことが書いてあると。 彼女に最初はねこのイベントのところを盛り上げるってところを中心に書いてたんだけどそうなのかなってことをね面談でいろいろ確認したんだよね。本当はあなたたたがしたかっとイベントをうまく生かすことよりも参加した学生さんたち一人一人が何かを持って帰ってもらうより多くの人に持って帰ってもらうのがあなたがもともとやりたかったことだったんじゃないたまたまねああるんだよたまたまイベント企画の責任者ってポジションになったからそのことの活動に とするのねずれちゃうってことなんだよエピソードと強みがずれちゃうってことだからあなたが伝えたかった強みは何なのであなたは何でこれをやって何を勝ち取れたのそれをしたかったんでしょそういう風うに変えないとダメなんだよ これ面接でもしガンとこれでいかれちゃったら俺は落ちると思うんだよねだから彼女と相談してそこの部分をだいぶ直させてもらいました結果につながるサイクルを見せるようにしようそして詳細や面接の説明で受けるような形に変えようかとという形でまずこうした活動の中では褒められる積極的に活動評価されるもっと活動さらに評価自信がつっとこういうサイクル作りを意識し私個人が担当した学生サポート学生サポートと 中間振り返りイベントを学生の意欲,を意欲を上げるプログラムに修正した、ね、最初は自分が担当したイベントだけの話だったんだけど彼女の話聞くとね自分が関わった子にはこういうことをさせて一人一人がモチベーションを持って最後にいいものを持ち帰ったっていうふうにしたかったっていうところがやったからそのいうふうに変えようっていうふうにしたんだね。そして 最後その結果どういうことが起こったかこれビフォーア,ンドアフターのアフターのところだねビフォーは最初に帰ったよね最初はね別に何か積極的にやらないやりたいと思った人が来たわけじゃないんだよじゃあ最後その子たちがどう変わったのかなんでねで結果そしてプラス学んだことも記載するこれがフォローするって我々呼んでる手法だねそうするとこんな感じ担当学生全員とそれ以外の学生4人からもインターンシップを通して成長できたとの声をもらった。 この経験から、軸となる思いや目標を持ち、主体的に挑戦する重要性を学んだ。例えばね、こんな形で直してみました。最後に4枚に確認なんですけど、彼女が一番最初に書いた内容を我々は変えました。なぜかというと、1、あなたが伝えたかった強みは何なのか、それとともに、あなたが本当に伝えたかったと語るのは、このリーダーとしてイベントのとこだけじゃないよね。 そこを中心に直しましまた。最後はこのようなエントリーシートにしときました私は議員インターンシップを運営する全国規模の学生団体で○○丸丸地区のイベント責任者として参加者全員に学びのある満足度の高いイベントを作ったもともと参加者の多くは特に目的意識がなく何となく参加するため途中でくじけ単に参加しただけで終わってしまうことが多かった。 私も誘われて参加したものだったがそこで自発的に活動したことが評価され積極的な性格に変わる経験があったため参加者にもそのような経験をしてもらいたく運営の責任者になった活動の中では1褒められ2積極的に活動3評価される4もっと活動5さらに評価6自信がつくというサイクルづくりを意識し私個人が担当した学生サポートと 担当した学生のサポートと中間振り返りイベント学生の意欲を上げるプログラムに修正した担当学生全員とそれ以外の学生4人からもインターンシップを通して成長できたとの声をもらったこの経験から軸となる思いや目標を持ち主体的に挑戦する重要性を学んだこのようにですね最初にもらったエントリーシートそして面談を重ねるということによってえあなたが伝えたいものは何なの そこをまず浮かび上がらせてそれだったらこのエピソードのことここを使おうそれとこれもプラスでやったんだったらそれを足そうそういう形で今回は修正させていただいたで何度も繰り返しますけど私たちは ES を書いてこの ES のあと面接ではこういう対応をしようということを連動して対策を打たさせていただいてます。 なぜかっていうと「ES」だけでね「ふんふんこれが美しい日本語だよ」って直したところで面接でこっぱみじんになってしまう彼女もさっきの書き方の中でこれ面接でいこうとするとあそこのところだとこの内容って何がポイントなのって言って僕は落とされちゃうとだからここまで直してって受けていこうっていう形に修正させていただいておりますぜひですね皆さんもですね清水さんに「ES」直してほしいな清水さんに面接対策してほしいなと思った方はですね応募をくださいその代わり YouTube で使わさせてくださいね それと最後、私ども生配信で皆さんの就職の相談、まあ、皆さんが就職の悩みって人によって違いますから火曜日は就活生に限定してそして日曜日はもう少し広い範囲で生配信をさせていただいています。